さあドラフトだ。楽しみだな。どんな人がいるだろうか。なんか今回割とばらけてるな。そうね、今回見るか。そうね、どんな人がいるんだろうかと。野手も欲しい。投手は抑えが欲しいな。やっぱり抑え一人一枚看板じゃちょっと厳しいな。猿渡りいいじゃないか。セカンドね。セカンド欲しいもんな、ちょうど。猿渡りいいな。総元もいいな。しかし、キャッチャーなかなかいるな。長崎出身のキャッチャーがとりあえず多いな。お!これいいんじゃないか。ショートいるんだもんな、でも。鶴沼ドラ1で取ってもいいね。鶴沼ドラ 1? うん、鶴沼ドラ1かな。だから鶴沼な気がするな。猿渡りか鶴沼。いや、鶴沼だな。おし、単独1位成功。さあ、猿渡りいるか?いねえか。そうね。じゃあ、抑え取りたいね。抑えが欲しいの?抑えが欲しいぬえ?梶川。いいけどね。抑えが欲しいんだよね。あんまり抑えていないな。あんまり抑えていないんだな。なんだろう、これっていう抑えがいないな。なんだろうな、ビビッとくるものがないな。抑えでもここで取るかって話になるよな。中途半端にしょぼい抑え取るよりもここで終わらせた方がいいんじゃないかっていうのは正直あるんだよね。もうドラフト今季1人っていう。梶川だけ取ってみようかな。悪い気がしねえんだよな。梶川、まあ抑えもできるし、取ってみるか。よし。今季はこれで終了と。まあ、鶴沼取れたし、いっか。非常に速い、スピーディーなドラフトだった。なかなか今年いなかったな、いい選手。さあ、鶴沼。いいね。なんだろうね、うちで活躍するショートは、大体眉毛に自信がないんだよね。大体眉毛、もう笠岡もそうだったけど、大体眉毛に自信がない。自信がない眉毛をする。さあ、投手もね、まあ、うちはもういない。いらないかな。藤波が欲しいけどね。大谷も藤波もどっちも FA したな。うわぁ、どうしような。大谷はちょっといらないな。そうね、高橋。高橋もいいね。しかし1億3000万は痛いな。大谷の5300万はなかなかこれ狙い時な気がするけど、どうだろうか。まさか大谷が取れるとは楽しみになってくるな。しかし大谷はなんかな、違う気がするな。どうしよう。大谷取るぐらいだったら藤浪の方が圧倒的にいい気がするな。ここは何もしないでおこう。FA には参加はできない。お金がない。お金がねえ、お金がねえ。藤浪中日。大谷はどこも取らずか。あんだけすごい選手を誰も取らないのか。誰も取れなかったのかな。はいはい。はいはい。もう練習器具が壊れることはもうね、想定内です。バレンティンは、バレンティンもね、なんかバレンティンあれだね、ロベルトとなんか同じみたいになってるね。成績だけ見るとロベルトとほとんど一緒。おぉ、塩原が来た。ファルコンズ選手。ファルコンズ選手、塩原。どうしよう。ファルコンズ選手、塩原が来た。しかし、もう今までファルコンズ選手を取って、成功した試しがないじゃないと。成功した試しがないじゃない、ティモンさんって。思ってるでしょ?僕もね、今そう思ってるんですよ。全く同じことを思ってる。
うん。試して成功した試しがない。なんでマスドこれクビになったんだ。なんでこれでクビなんだろう。なんでこれでクビなんだろうな。何これ、性格が問題とかそういうこと？性格に問題があったとかそういうことか。そうなんだよね。取ってよかった試しがないんだよね。乗り物か。乗り物もいいな。なんか全部いいな。今年割と当たりだな。そうだな。どうしよう。乗り物か。マスダか。マスダ取りに行くか。自由契約から。いや、でもな、なんか、いや、マスダもいいや。マスダ、巨人取られた。そして、ロベルト、クビになった。ロベルト、塩原は完全にクビになってしまった。ありがとう、塩原。ありがとう、ありがとう。そうね。お金もそんなにあるわけじゃないけど。あ、ツヌマ、まあ、悪くないじゃない。眉毛に自信がないけど、ロベルトの29を受け継いだね、ツヌマ。ロベルトの29を受け継いだよ。小枝だった。小枝ね。小枝、小枝。小田もなかなか見た目はいいな。どうしようかな。そろそろ、浦田をパワーアップさせるべきか。そろそろ浦田チャンスか。浦田パワーアップチャンスかな、そろそろ。お金ないけどな。今までがありすぎただけか。この早熟かどうか分かんないこの二人を思い切って出してみるっていうのも一つの手だな。これとこれを出すか。思い切って出そう。おそらくうちのプラスになる。プラスになると確実に。もう間違いなくレギュラーだからこいつら。後々。にしてもね、俺一個失敗したなって思うのが、ウォリアーズ入れなきゃよかった。ウォリアーズ入れなきゃよかった、本当にもう。よし。ちゅうことで今回は、ここはカットです。はい。完了です。言うことはなし。まあでもね、どうだろう。あの野球留学2人が、どれぐらいパワーアップするかによって、だいぶうちの順位は変わるんじゃないかと予想しております。安江かところが上がると。そうね、笠岡が下がってきてるね、やっぱりね。うん、やっぱり早熟だったね。南部をね、セカンドにコンバートをしました。うん。コンバートした途端にパワーとか総力がね、全部ワンランク上がるという、なかなか、どうだろう。ちょっとね、あ、コンバートしてよかったのか悪かったのかっていうのは、まあ、後々分かることだろうと。どうだろうね。よかったのかね、コンバートして。でも、セカンドいなかったし、ちょうどいいんだよね。まあ、セカンド、大貫がいるんだけどね。大貫がいるんだけども、あれよ。なんか、掃除なし、いいかな、みたいな。で、あと、内野結構守れるようになったから、意外と何でも屋として使えるんじゃないかっていう、そういう予想はあるよね。今回は別に変化球を誰も覚えることなくね。うん。キャンプを終えましたね。そうね。うん。抑えに関しては安江にやらせてもいいなって思うんだわさ。抑え、安江できるんだよね、ぶっちゃけた話。できるんだけど俺がやらせてないっていうだけ。さあ、なんか少ないような気がするな。村西入っとくか。村西入っとくか。なんか野手少ねえな、うち。こんな少ないのよ、うち、野手。こんな少ないんだ、うち。これはまずいね。投手は多いんだけどね。まあ、多いっつっても使えるかどうかはまた別ですけどね。田中、エース。もうずっとエースに君臨。200勝してもまだエース。200勝してもまだエース積んだからすごいわ。こうだな、こうだわ。今年こそね、中川がおそらく、中川多分肘怪我してるね、これね。肘怪我してるよ、これ。144キロだもん、これ。怪我してるね、多分ね。うん。そうね。高畑行ってみるか。で、目山を中継ぎで使ってみたい。大野さん下がろう。そうね。こんなもんかしらね。とりあえずはこうかしら。で、気を据えて変えますか。大貫1番。
いや、こいつが頑張ってくれりゃいいんだけどね。こいつが頑張ってくれりゃね、うちも助かるんだけどね。そうね、センターに戻ろう。センターに戻ろう、鬼塚。で、笠岡4番に据えて、どうにか活躍してくれると俺は信じてるぞ。こうかな？こうかな？クリーンナップを92連取るように任せよう。で、チッカーは6番にすることによって、多分おそらく3割近く。そうね、あとね、辰巳がね、ちょっとね、まずいことになってきたね。チャンスの強さ考えると6番でいいか。真壁ファーストはないな。あれ？うちファーストいねえか？うちもファーストこいつに任せるしかないのか。不安だな。不安だけど任せるしかない。チック2番。チック2番いいかもな。あ、いや。1番をチックに。あ、これいいんじゃないか。これか？うちの新しいスタイルはこれか？うちの新しいスタイルはこうか。こうだな。96日か。結構時間かかるな。よし、じゃあ外人を取ろうかな。さあ、外人を取るぞ。ファーストだな、とりあえず。足りないのは。うちファーストがいねえんだな。これでおそらくもう50本ぐらい打ってくれる外国人を取ってくれると信じよう。もしくはトレードで外国人、トレードで欲しいな。誰か欲しいな。一人ぐらいくれねえかな。パワーがある若手がいないですか？いますね。様。大串。あ、そういえば大串なんか、ドラフトあったな、覚えてるわ。大串行ってみるか。二十歳か。二十歳、いいじゃない、二十歳。そうね、誰と変えよう。宮脇とかもう、いいよ、宮脇。宮脇と変えないかい。それはそれでちょっと悲しいけど、ちょっと宮脇と変えよう。あ、負けたか。まあしかし、1点差ですから。一体田中は何勝までするんだろうね、うちのチームで。うちのチームで200勝到達できてるんだからね。まあ楽天で100勝してるからね。でもうちで100勝してるわけだからね。うちで100勝してるからなかなか頑張ってるよね。うちで100勝するのむずいよ。だってこの10年間で一体何勝しかしてないのか。400勝ぐらいなんだよね。つまり4分の1は田中なんだよね。いやー、そう考えるとすごいな、田中。そう考えるとすごいぞ、田中。さすがだな。さすが日本のエースだ。クレイ、ヘクター。日の山が落ちてる。小田パワー上がる。結構笠岡も落ちてきた。これショートどうなる？まあ、でも鬼塚はまだ上がるしな。鬼塚武石がまだ上がるのが、せめてもの救いだな。さあ、トレードはまだ一回も成功してないな。トレードも一切やらず日本一とかなれるのかな？なれるのか。さあ、新戦力。外国人はいないですか？いや、ちょっとこれは違う。これは多分ね、これはあれだな。同じ匂いがするな、ロベルトと。クレイ。違う気がするな。こいつらは違う気がするな。こいつらは違う。さあ、行きますか。開幕戦。田中が絶不調。だからここは高畑。いや、高畑は任せられない。長崎行くか。久しぶりの長崎。行け！もしかしたら、津沼が、もう、笠岡の落ちた後にすぐ入るんじゃないかなって予想はあるよね。やっぱり津沼ね、早熟じゃないんですよ、どうやら。超早熟ではなかったね。これを考えるに、留学から帰ってきた浦田との兼ね合いで、もしかすると津沼が外野とかに回る可能性もある。どっちもいい選手でよかったとか思いながらも、速攻こんなんだもんよ。いい試合になったな、最後の最後に。最後の最後にすごいいい試合になったな。黒星スタートです。さあ、黒星スタートです。11年目か11年目、黒星スタートです。負けたね。完全にやられたね。さあ、じゃあ今回はこの辺で終わりますか。それではまた次回、さよなら。